公爵の機嫌は治ったと思うか。いや、物事を忘れたり前言を撤回はしない性格だ。特に脅しはな。まあこの私でさえデトラフの行動が正しいとは思えない。むしろ批判する方がたやすい。動揺してるな。なぜそう思う。そうだな、収穫がなかったからか。手柄もなく再び狩りに出るにも手がかりがない。まあな、だがそういう時もある。特に追っている怪物が霧に姿を変えられるとなればな。ウィッチャーが仕事を完遂できなかった時、依頼人はどういう反応をするんだ。人による。農夫は口汚く罵り、商人は前金を返せと言い募る。貴族は大抵黙って猟犬をけしかけるだけだな。君主は公主台に送ると脅す。高潔なる公爵閣下がお待ちです。閣下、あの方への刑罰を臣民は望んでいます。シアンナ様は恐るべき罪を犯し多くの血を流した。よってやめなさい、パルメリン。それ以上続けるならあなたの血が流れますよ。もう一度だけ言います。シアンナのせいで多くの命が失われた。それは事実です。それでも彼女は私の姉です。血を分け合い子供時代を共に過ごした実の姉を刑に処すことは許しません。しかし閣下、民衆の怒りが爆発し農具や松明を手に牢獄に押し寄せたらどうします。放っておきなさい。牢獄に彼女はいない。シアンナは誰の目にも触れない安全な場所で審判を待っています。私たちがあのおぞましい吸血鬼を追い払うまで。あなたたちの顔からするとまだのようね。尽力しましたが。もう忍耐も限界ですよ、ゲラルト。彼は？デトラフはどこです？わかりません。痕跡が途絶えました。いうことはそれだけ？申し訳ありませんが、これが真実です。私が狐狩りに行く時のことを教えましょうか。公爵家付きの狩人が猟犬を何頭か離すの。犬が狐の匂いを嗅ぎつけて追いかけ、私の前に追い立ててくるまで1時間もかからないわ。ウィッチャー、あなたは1週間の時間と我が精鋭の騎士たちの助力を得て何一つ見つけられていないわね。この仕事を猟犬にやらせた方がいいような気がしてきましたよ。それなら最初からウィッチャーではなくビーグル犬に吸血鬼を追わせてみては。危ない橋を渡っていますよ、ウィッチャー。とてもね。賢者ほど慎重に言葉を選ぶものです。ですが本題に戻りましょう。何か少しぐらい収穫はなかったのですか。閣下、どうやらシアンナ様はデトラフを騙し領地を追放された際に付き添った騎士たちを殺させたようです。その証拠に。閣下、吸血鬼です。何ですって。報告しなさい。吸血鬼どもが町を襲っています。デラトゥール隊長が桟橋近くの広場の防衛を。ですがあまりに多くの犠牲が。くそ。デトラフが戦を望むというなら喜んで受けて立ちましょう。さあ、もう仕事に戻りなさい。パルメリンは。早く安全なところへ。
シアンナは召喚に応じられなかった。その結果がこれだ。ルトラフの脅しはハッタリではない。そのようだな。今すぐ効果的な策を考えなければ後戻りできないところまで来てしまった。レジス、デドラフを呼び出す方法があると言ったな。そしてその方法は危険すぎるので使いたくないと。そんな風に言ったか。もしそうなら悪かった。ひどく誤解を招く表現だ。この場合危険という言葉は控えめすぎて話にもならない。レイジス、またそうやって内面の葛藤を口にするだけで煙に巻くつもりか。どうすればデトラフが姿を現すかはっきり言え。追って話そう。だがその前にもう一つの策について話したい。お前はデトラフの要求をのみ彼の愛するシアンナを解放することができる。やつはシアンナに罪がないと信じていると。彼は疑いを持っているはずだ。間違いなく。そして事件の真相を知りたがっている。そのために公爵領を相手に戦争を仕掛けたのか。さあな。ただ彼が穏健派でないことは事実だ。本当にシアンナを解放しデトラフに引き渡したいか。賢明な考えとは言い難いな。信じられないのはわかる。だがデトラフは邪悪ではなく衝動的なだけなんだ。彼の望みは彼女と会い話すことだ。そうすれば町に手は出さない。俺は他に策もないし、賛成したとしてあんなヘンリエッタは許さないだろう。彼女の許しを得ることを提案した覚えはないぞ。二人が対面して予想通りにことが運ばなかったら、話がこじれて戦いになってしまったら、シアンナの安全を保証できるのか。それは極めて可能性が低く。お前の確率論を拝聴している暇はない。安全が保証できるかどうかだ。彼女の髪の毛一本に至るまで無傷で終わると約束しよう。この方法を実行できない決定的な理由がいくつかある。何よりもまずシアンナの居場所がわからない。公爵が言っていただろう。牢獄にはいないらしいぞ。それは理由にはならんな。言い訳の類だ。居場所は見つけ出せる。探そうとさえすれば。まあダミエンに聞いてみるか。公爵はあの男をペットのようにそばに置いているからな。我々よりは詳しいだろう。ほらな、きっと何か思いつくと思っていた。素晴らしい。ではもう何も疑問はないな。慌てるな。まだ話は終わっていない。デトラフを隠れ家から誘い出すとして一体どうしたらいい。処女の地でも使うのか。この近くにはある特異な存在が住んでいる。見えざる者と呼ばれる強力な力を持つ古き吸血鬼一族の中でも最古にして最強の一人だ。ああ、それで。トゥサンはこの見えざる者の縄張りだ。この土地に足を踏み入れる吸血鬼は例外なく彼に忠義を尽くさねばならない。彼が時間と場所を決めて一言命じればデトラフは参上するしかない。その見えざる者にデトラフを召喚させる方法はあるのか。まず彼を探さないとな。ご老人はよほどの理由がない限り訪問者に会うことはない。だが地元の例えばオリアンナなら知っての通り彼女も。なるほど、分かった。では彼女が見えざる者に引き合わせてくれたとしよう。それからどうする。分からん。その場で最善の方法を取る。つまり脅迫者の要求に従うか戦いを挑むかの二つに一つというわけか。私の選択は決まっている。シアンナを解放しデトラフに会わせれば全員で生きてこの苦境を脱せる公算が大きい。デトラフを含めてだ。レジス、答えにくい質問だったらすまないが聞いておきたい。俺がデトラフと戦うとしたらお前はどちらの味方だ。もしお前が剣を振るうしかないと思うなら私はお前の側について戦おう。感謝する。そうしてくれ。さて聞かせてほしい。どうするつもりだ。わからない。考えてみなければ。難しい選択だ。仕方ない。一人でじっくりと悩んでくれ。私は町の方へ行かねば。今起きている事態を止めるのは無理だが犠牲者を減らすことならできる。心を決めたら、そして最初の手がかりをつかんだらカラスに知らせてくれ。すぐに戻る。